疲れ様でした。お疲れ様です。立ち位置決まってます。立ち位置決まってます。後でわかるか。何それ？おたま？おかま？おかましいよ。知ってるから。やかましい。やかましい。じゃあ今日はこれで何やる？ちょっと家飲みしたいなと思って。あ、打ち上げ的な。打ち上げしましょうよ。あげ。ちょっといろいろ準備したので。やった。嬉しい。嬉しい。あ、そのためのおたまだった。そうよ、そうよ。さすが。でもね、違うの、ごめんなさい、私はハイボール氷入れないんです。うるせえよ。そうなの、ごめんなさい、すみません。うちのはね、ちょっと引きがいいから。なんかワンちゃんみんな最初濃いめでパンパンする。 あ、いいかも、いいかも。あ、あれ、あれ、ありがとう、ありがとう。なんかだってさっき元カレから連絡来てたから。今日ね、ぶっ込むよね。非常階段でね、ちょっとチルしてるだけですね。はじめまして。はじめまして。そしてお疲れ様でした。お疲れ様でした。よろしくお願いします。乾杯。これが私たちの出会いです。うん、うまい。いいってか、いい喉の鳴らしするよね。おいしいね。おいしい。あれ、タクセさん、クソ、これ酔いそうだ。タクセさん違うのよ、本当に。あと最近本当に、うん、そこ男性がいるでしょ。まあね、まあね。に見えるのよ、私。見えるというか、まあ物はついてますからね。何の話してるの？何の話してんのよ。だってさ、うん、だってさ、しょうがないじゃん。そうだよ。おかまなんだもん。いやいやいや、もう好きなんだもん。あー、すごい。ちょっと熱くなっちゃった。あら、やだ。全然興味がわかんない。あのさ、しかもちょっと張るんじゃないわよ、こうやって。すみません、改めまして、タチパと申します。そう、そうね、やってなかったからね。セカンドストリートというあのお姉系の YouTube してます。はい、こちらに今がゆうきでございます。はい、で、こちらが佐藤隼さんでございます。はい、で、あの、タチヤたちのチャンネルで、うん、おねえ時間でね、そう、聞いてのだるかったこの話みたいなのが、あ、そう、昔の話聞いたけどね。ね、お酒飲みながら、うん、ちょっとみんなそれぞれ近況じゃないけど、最近ちょっとなんかあった嫌なことがあ、やるやる、いろいろ出して、うん、こうかなと思って。え、いいの、私から。いいよ、何だ。え、喋って喋って。え、じゃあ違うの、本当にこれでも結構割と本当にだるいよ。うん、本当にだるいんだけど、うん、韓国人の友達とかも結構いるんですよ。うん、はいはいはい。その韓国人の友達で、うん、大体私韓国の人とか知らないじゃん。仮想かよ、うん、イコールトランスジェンダー、うん、イコールモデルとか、うん、あのタレントとか、うん、なるけど知らない人もいるから、うん、私外国の人とかだと言うんですよ。うん、でも割とそれ言うのってちょっと恋愛関係とかいい感じになった人、興味があるというかね。そう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 、うん、これからも考えてる人だよ。うん、そう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 、うん、とか、まあ、向こうも結構好意がある感じの人とかには言うんだけど、じゃあみんなでわーってなってさ、私トランスですとか言わないじゃん。言わない言わない。私ゲイですとも言わない。やんないじゃん。わざわざね、実はっていうのでね。そうやんないじゃん。うん、その初めましての韓国人の男の子がいたんだけど、うん、で共通の友人と、うん、まあ、3人で飲んでて、うん、でまあその後じゃあどうするかみたいな感じ、1回店出たりとかして、うん、なんか2軒ぐらい飲んでたの。うんうん、したらなんか2軒目出た後に全部帰るみたいな、うん、まあいい時間だし帰るってなった時に、その人が私と一緒に帰ろうって言った。お、いいじゃん。初めまして面談。何何。初めまして面談か。うん。で一緒に帰ろうっていうか、まあなんならそのホテルが、うん、まあ私の宿泊先と近かったから、うん、なんか おろしててほしいじゃないけど。おろおろおろ。まあ途中までね、途中までね。おろ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 。溺れてる？一回溺れないよ。酒に溺れていいか。一回溺れよ。一回溺れよ。酒に溺れていい。おろおろってもうすでに溺れてんだから変わんないわよ。それでお店一緒に出て、で私も友達バイバイってやって、うん、帰るときにエレベーターの中でね、うん、壁ドンみたいなことしてきたの。えぇ、ー、よっ振る。あ、ごめん。それもさ、なんかびっくりして、うん、なんかまあ韓国人はさ、やっぱ積極的とは言うけど、さすがに壁ドンをされたことなかったし、うんうん、あ、韓国人積極的なんだ。結構ちょっとキザだよね、韓国の方ってね。そう、ロマンチストとか表現が、うん、ロマンチストだ、ね、そう。ドンってきた。ドンってきて、あ、なに、そんな動いたらもうここで当たりまくってるけどね。で、何、うん、壁のそれとかなんだろうと思ったら、お前は
男なのか女なのかどっちだって言われたの、うん、どっちに見える でしょ、うん、だから私それで何がって言ったの、うん、そしたらいやなんか聞いたよみたいな、え、うざっ、そうだから要は共通の友達とかもいっぱいいるから、うん、そっから聞いたみたいなこと言われて、であそうなんだとか言って、うん、でそれでもしつこくお前は男なのか女なのかとか言ってくるから見てわかんないの、壁ドンしながら、そうだるでしょ、え、その間ずっとこれ、いやいやいや、こうなってちょっと休憩入ってみたいなエレベーター長くないそれななんだけど、もう私も私だからみたいな感じでも言って終わらせて、うん、したら要は、うん、その一緒に飲んでた共通の子が、うん、私がいない時に私のことをその子に言ったのって、うん、それ男女どっち、男、女だったらさ、うん、ひがみじゃないけどさ、うん、いやあいつさぶっちゃけトランスジェンダーだから、あ、自分がその男に蹴られたりとかしてたからね、言うのはいいよ、うん、でも私もさ別に隠してるつもりもないし、うん、言うし、でもタイミングってものがあるじゃん、うん、でも多分そこの共通の友達はなんかそのちょっとプチサプライズじゃないけど、うん、なんかそういうノリであの子男だよみたいなことを言ったんだよ、ネタにすんねや、そう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 、友達を持ってなのか分かんないけど、なんかそういう感じでいないとこで言われたりとかするのすごいだるいなと思って、うん、だからそういうのがあって、で結局その男の子は、うんうん、もういいやめんどくさいと思って、うん、もうホテル、うん、に先に降ろして、うん、でその帰る時になんかちょっとこう寝たの、でも私もう全然そんなつもりもないし、うん、そんなこと言われたらさ気分乗るものもならなくなるし、そう、その後なんか飲むみたいなこと言ってきたの、うん、行かないし、うん、ってなるじゃん、うんうん、そりゃそうよ、別に行けるなら行けるでさ、そこ別にいちいち気にすんなよと思わない、そう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 、私たちの場合はゲイじゃん、うん、でゲイの場所に行ってるから2丁目とか、うん、でなんか普通にあからさまにやっぱりあの男イケメンとか普通に言っちゃうから、うん、見るからに男がさ男のことかっこいいって言えばさゲイって分かりやすいじゃない、うんうん、でもかよちゃんの場合だとさやっぱりさいわゆるそのトランスジェンダーだとしてもさ、うん、どっからどう見ても女にしか見えないしっていうか女だし、うん、だからそういうふうにいや実はあいつトランスジェンダーなんだよっていう、うん、未だに中学生みたいなことが起きるってことよね、そう、もちろんそのゲイはゲイだけどなんかみんなが一緒ではないじゃん、うん、人それぞれ考え方も違うし、うん、性格も違うじゃん、うん、で結構よくあるのがじゃあゲイですってなった時に例えばどっちが男役で、うん、どっちが女役とか、はいはいはい、よかれと思って聞いてくるじゃない、うん、ノンケで、ノンケで、うん、すごい溜まってんじゃんノンケの人が聞いたところでお前それ知ってどうなんのっていう、そう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 、見て面白いんでしょ、動物園だから、それ誰が動物やねんえ、じゃあ動物で言うと何なの、馬馬顔でもあるし、そんなことないよ、お前はずっとあの顔馬でいじってきた人がそんなことないよ、かよちゃんどういう意味で言ってる、いやそれで言うとあのそのトランスジェンダーどうこう関係ないんだけど、例えばその自分が恋愛したいとかどうこうの時に私が最近が困ってるのは、はいはい、ガチで仲いい人たちと遊んでると恋愛に発展できないなと思って、発展ね、発展できないなと思ってて、あやっぱりいつものノリでやっちゃうと男って捕まえれないから、だからいつものキャラを求められるじゃないけど、だから仲はいいんだけどこの人はこういう目的の時は飲みに連れちゃいけないなとか、うんうんうん、っていうのはなんか最近思うようになった、うん、水商売してたじゃあこれはね韓国でやるの、あ、そうなの、そうそうそう、え、どうだった初対面、どうでした、ありがとう、いい、だからやっぱり私って、うん、こうやっぱり もう見させてもらってた側だから、うんうん、テレビとかで、うんうん、やっぱりちょっと怯えてた最初ねいやでもいい人っていうのはもうすっごい分かってはいながら、うん、なんか自分の中でやっぱりその人のなんかレベルを多分高くしすぎてるんだと思う、私がすごい人見知りの人だから、あ、そういうことか、そう、毎度毎度会う人会う人失礼がないように、うん、イコール怖い人っていうのを勝手に作っちゃう癖があって、まあ年上だしどっかでこうなんか先輩じゃないけど、うんうんうん、でも入ってきた瞬間もうそれ全部蹴っ飛ばしてくれました、ね、ライトがね一個入ってきてね、うん、眩しい、私の顔のことライトって言ったからでも達也は逆にテレビでも見てたし、うん、で、ごめんなさいで、ちょっと言い方これは合ってるか分からないけど、うん、下調べを
してね、すごいですね、うん、したので、本当にいろいろ頭に入れてくれてた。セーラームーンが好きっていう話とかもあって、タツさんもセーラームーン好きだから、うん、なんか親近感が、うんうん、やっぱりテレビとかさ、うん、やっぱり雑誌とかに見てるでしょ、うん、見てたりとかさ、公に出てたりとかすると勝手に何かで親近感を持っちゃうんだよね、見てるから、うんうん、調べりゃだって出てくるんだもん。でもね、それがすごい、あれ調べると調べるだけ怖くなっちゃうのよ、やっぱり。あ、自分の中で模索して、なんか、あ、こういうのあんまり言うの嫌だろうなとか、いろいろ考えすぎちゃって、会った時にもう全然喋れなくなっちゃうとか。あ、でも私もでも言わないようにしたことがいっぱいあった。何よ、言いなさいよ。サイトでさ、佐藤がいおっさんかとかさ、それでじゃあ。わかる。でももうなんか逆にもう今は、そう記事を書いてくださるだけでもありがとうございます。でもすごかったよ、6日前、あの、すっごい美人になったっていう。もうなんかもうすごい美人、佐藤海が美人みたいなのが最近ね、そう揚げ生地が多いから、もうありがとうございますなんだ。待って、逆に聞きたい、あの第一印象は。いや私もね、二人の、え、わかんないけど、わかんねえんだ。はい、終わり、はい、終了、はい、終わり、はい、終了、わかんねえんだ。わかんないけど、でも本当に今日は会いたかったの、第一印象ね。いや、ゆうきくん、でもね、正しいと思う。私、多分第一印象何も言ってないから、まだ。いや、でもこうね、悩まれることが多いんですよ。すっと馴染んで仲良くなれそうなのはこっち。意外、なんかナチュラルにこう溶け込んでいきそう、嘘とかつかなくて仲良くなれそうなタイプだから、多分あの、かよさんのこと多分嫌いになったら嫌いって普通に言っちゃう人なんですよ。そう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 、私そっちのが好きなの、うん、だからいろいろセカストの動画とか見てても、うん、嘘つけない感じがしたの。だから嘘つきみたいじゃん。ちょっと待ってて、待って待って、後から言うから待ってて。そうだそうだ、あ、純粋ではあれだもんね、うん、いいように言えばね、いいように、悪いように言えば自己中なんだよね。まあでもさ、それぐらいの方がさ、そういう人に合わせてくれる人も集まるじゃん。そうですね、でも無理な人は無理って離れてるし、うん、そう、私も結構そういうタイプだから、タツ、うん、さんはなんか真面目仕事人な感じがした。なんかさ、それさ、もうさ、大気の枠の時もさ、そうなのよ、言われたの、言われたの、うん、え、ちょっと待って、私の第一印象、何、真面目だっけ。いや、第一印象っていうか、なんとなくのこの印象が、うん、あ、嬉しいね、もうそれ、うん、そう、ちゃんとしてるんだなと思った。本当、アナウンサーさんとか MC さんレベルで私のことを調べ上げ尽くしてさ、来てたらさ、真面目でしかなくなった。でも、てよちゃんみたいにプロの人たちも出てくれることも多かったりとかするの。プロのおかま、そう、メディアにこう出てらっしゃるからね。でもさ、うん、そっちの方がやっぱり情報量っていうものがすごいあるから、まあね、調べやすい。あの、一般の子たちは周りに立つやは聞いて下調べしないといけないから、うん、いやでもそれ聞いてんだって。聞くの、連絡とかで、うん、なんか面白いネタないとか、あ、過去の、うん、男話とかないとか、あ、うん、盛り上がるからね。そう、うん、あ、またこの真面目なとこと、ちょっとだからこの人すんごい、そうそうそう、なんかチャランポランな海でテキーライエーとかやってそうに見えるのに、うん、ものすごく人を喜ばせたい気持ちが、ホスピタリティの塊なんだ。あ、すごい。でも私こういう風に撮影中特に思ってるし、今も思ってるんだけど、うん、やっぱり芸能界で散々って出てるから、毎日拾うし、あげるし、すごいわよ。最後どうするじゃん。最後、うん、来いよ。あんたらが褒め合ってる時、私どうすればいいって。そうでもさ、ね、嫌われないでしょ。女に嫌われそうだけど。あ、でも女と先輩に嫌われるかも。うん、だって嫉妬よね。絶対的な嫉妬だ。そう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 。韓国のハリスさんっていう、うん、それこそあのトランスジェンダーの第一人者みたいな方がいて、うん、でハリスさんに連れてってもらって、うん、そのトランスジェンダーとかがいるなんかのバー、うん、韓国の、うん、行って、でステージ上でカラオケやったら突き落とされた。あんた邪魔よ。でもさ、仲良くなる人はさ、やっぱり女の子、男の子。でも最近はゲイと一緒にいる時が一番楽。あ、でもすごいね、そうよね。なんか男性はもちろん友達とかもいるんだけど、うん、知り合って恋愛テンションから始まるのがすごく嫌なの。なあ、めんどくさい。もう
一過性なんだよね。だからもうだからこういう感じの流れで微妙だったらまた離れてみたいな。そうそうそう、付き合う付き合わないみたいな、一悶着あって付き合わなかったらもうさよならとか、ゴール生までがすごい短いんだね。そうそうそう、だしなんかそういうのだと別に私なくてもいいじゃんって思っちゃうし、で大体そういうノリで来る人って私がジェンダートランスジェンダーですって言うと大体離れるんだよ。はいはいはい。でもさ逆にさ、それでさ逆にすっごい興味持つ人だから、それもなんかちょっと違う、うん、だから私じゃなくてトランスジェンダーに興味があるんじゃないの、あんなみたいな。そうそうそう、分かるんだよね、うん、そういうのが。そうだから変な話、ゲイのことの方が一緒にいてもう性別とか付き合うとか、うん、もう面倒くさいことが一切排除された状態で一緒にいれるの、うん、すごく分かる。だから一つもここに多分先入観がないんだと思う、お互いに、うんうんうん、楽よね。え、ゲイだって時期とかない？ないね。男とした男の人と付き合ったことはなかった。だから早かったからだと思う。で、初恋とかもなくって、ほんと中学校の時とかに、もちろんかっこいいなって先輩いるけど、うん、男っていう立場で男性を好きになることが、なんか自分としてはハマらなかった。みたいな感じかな。なんか違うっていう。スマップで一番好きなのは香取くんなんだよな。そんな調べてるんだ。この人さ、ビキペディアに載ってない情報まで知ってるよな。元彼とかも知ってんじゃないかと。そうだ、昔さ、あの地元の友達がいい感じの男がいると、うん、でその男がもしかしたら女いるかもしれない、浮気してるかもしれない、私全部突き止めるから。こわ、だから何かあったら言ってほしいって全部調べる。何かあったら言いたいけど、でも何か知りたくもないなっていう気持ちもある、ね、怖いね。あんま付き合う前にね、紹介、変に紹介してさ、それはどう、ね、ある、ゲイの世界結構あるのよ。何がこいつこうだったよとかあるね。広いようで狭いし、狭いようで広いから、この人良くないって言ったら、ああれとこうやってあいつでしょ、うん、みたいな。だからあ、それ知り合いであれと付き合ってなんか良くない感じだったよとか、もう分かってても言わないでよという気持ちなの、はい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 、鼻で食おうとしたね、話も思ったこういうとこまで突っ込んでくるんだよね。これがいいよね、テレビ番組と YouTube の差だよね。オロロロロって言ったとこ、テレビだと突っ込まずにカットだもん。何やってんの、見なさいよ。なんかありがとう、弱さを見出してくれてありがとう。何言ってんの、バーバーだからね、なんかもう本当に今日会えてよかったと思う。何ちょっと終わらせようとしてる。まだやる、まだ全然いけるよ。ね、こっち向いてるから。うん。マジ？じゃあ私聞くの忘れたの。何？どんな人がタイプなの？ああ、それ。それ最後聞こうよ。私は自分でも思うし、周りからも言われるんだけど、幅がすごく広い。でも総じてこだわりがあるのは短髪で、うんうんうん、で、歯並びが綺麗な人。は、わかる。すごく大事かな。ちょっとアメリカ人っぽいね、視点が。うざくない、こういうの感じ。なんでうざくない、なんでよ。アメリカにちょっと住んだからって言ったってさ。やっぱ男として男が好きっていう感覚だから、中性的よりもやっぱり男っぽい人の方が好き。ぽいぽい、じゃあ割とゲイっぽい感じか、ノンケっぽい感じかだったら。私、ノンケいけないの。あ、そうなんだ。あ、そう、うん、確かにね、最後まではいけないかも。バーとかで会った時にチヤホヤするぐらいだったら面白いけど、なんかのんけにさ、のんけがいるとさ、ちょっとサービス精神出ちゃうわけ。あ、そうなんだ。かっこいいですわみたいな、ちょっと何センチみたいな。サービスかどうかは向こうの次第だけどね。まあ、お決まりのね、あの、ひともんちゃくあるもんね。あるじゃない、うん、あるあれがやるし、めんどくさいし、結局なんかのんけに恋したところで別にうちはゲイらしいみたいな、うん、はい、どうぞ。あ、私もだから真逆の人なんだけど、私は本当にでもなんかね、王道イケメンなの。誰私はだからこの間占い師に、あのゆきさんは、あの、うん、面食い自己中っていう星が出てますって出てたんですよ。ぐらい本当に世間一般のなんか多分女性とかが好きそうな方が好きですね。え、のんけが好きなの？いや、のんけは無理。のんけは無理。かっこいいなとは思うけど、うん、あの恋愛はしない。最近のだからゲイの子ってさ、結構なんだろう、その国内ゲイ多くない？国内ゲイ、国内ゲイっていうか、そう、ゲイじゃないんだよね。のんけが最近危ないの。なんかまんざらでもない感出してくんのよ、あいつら。いや、これね、え、ギャラちょっと、語っちゃいそう。あのさ、昔さ、こうちょっと皆さんお勉強してくださいね。
浜口達也先生の浜口じゃねえよ浜崎だよ今浜崎って言ったよね浜栗ってことだった浜栗で浜崎達也前髪系って言われる人たちってさ昔とかっていうとジャニーズ系が多かったりとかしたのよ、うん、で、短髪系って言われる人たちが、まあ、いわゆるエグザイルみたいな感じよね、うん、分かりやすく言うの、うん、でも最近ちょっと韓国も流行り始め、うん、短髪だった男がちょっと前髪伸ばし始めてたりそうちょっとパーマかけて感じのやつとかね飽きたんちょっとそろそろ次の店行かないはいごめんなさいカラオケ行かないそうしようそうしようそうしようじゃあ、はい、お疲れ様、はい、お疲れ様でーす乾杯ありがとうありがとうカラオケ行こうはいよっしゃ行こう行きましょう行きましょう残ってるけどね2人ねもういいもう飲めないそこは許してやろう見てるよねはいカラオケ行きましょう